回は挑戦状況で効果時間だけでのカウントから10カウントに情報修正が入った中原金刀を紹介するよ。計略は式3で最も武力の高い提案の味方の武力を2、速度を30上げて下撃、反撃の速度低下が無効になる。採用するデッキの例としては敵的ダメージボーナスの大きいクソ吉中が王道かなと思う。高武力に投げるなら元打ちでも使える性能。まだ何もなしていない。一斉発射。私を続け。無謀の大和魂である。私を続け。この俺が。ここで流派発動。一の型私を続け。 I'll be back。 復讐の時。一斉発射。昔の俺ではない。一斉発射。アイムバックゼよ。一斉発射。日本が一つにならなければ列国には勝てぬ。行け。一斉発射。流派発動。二の型。一斉。天を動かす。野望、我が身を焼こうとも。一斉発射。力を蓄えねばな。消えろ。この映画の罪を背負い平和の道を行く。私に続け。まだ何もなしていない。負けてたまるか。感情的になるか。天皇となれ。私に続け。私に続け。無謀の大和魂である。しばしの一発は防げたから余計だったかも。私に続け。私に続け。私に続け。俺の負けなのか。戦の炎は焼く者を選ばぬ。戦いは始まったばかり。退かれ。流派発動。三の型。復讐の時。一斉発射。ここで行け。一斉発射。この映画の罪を背負い平和の道を行く。かかれ。わしが相手じゃ。私を続け。私を続け。私を
続け。無謀の大和だな。かかれ。私を続け。感情的になるなよ。私を続け。私を続け。天狼となれ。前期こういった場面で恐れ知らずの突撃狙いができるのが陣馬の利点。迎撃を警戒しなくてよいから積極的に飛び込めて、結果として撃破する速度も速くなるね。一つ俺の力、今こそ天下に知らしめん。この俺が天を動かす。野望、我が身を焼こうとも。天気流派発動。一の方、私に続け。この映画の罪を背負い平和の道を行く。私に続け。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。危なかったな。私に続け。へえ、昔の俺ではない。私に続け。見て俺の力、今こそ天下に知らしめん。感情的になるなよ。消えろ。私を続け。一斉発射。私を続け。力を蓄えねばな。私を続け。天狼となれ。流派発動。身の型。この映画の罪を背負い平和の道を行く。私を続け。償おう。一斉発射。消えろ。消えろ。 I'll be back。 最後は敵陣居座りに徹底して攻防を狙うべきだったかも。反省点は多かったけど可能性は感じる。ご視聴ありがとうございました。最後まで陣頭に立つ。